レールのフロントサイド50を解説しようと思います。まずアプローチはほぼまっすぐなんだけど、少しだけちょっとレールに向かうようにぐらいかな。これがレールだとして感じでアプローチラインを自分なりに取ってきます。で、リップでレールに近づいたらまずオーリーで、上から乗るってよりは少しこうレールに斜めに当ててからってやることで、まあこの板みたいにまっすぐと進んでいきます。もしそれが上からで斜めすぎるとキューってこういう風に落ちちゃうんで、基本まっすぐ進むようにこんな感じで乗ってる時はボードを見るんじゃなくて、まあ、アウトを見るように、先を見るようにするとスムーズになります。ポイントはこの降りしてここかな。ほらみたいな感じで落ちちゃってるけど、こんな感じで自分で合わせるといいと思います。まあ基本あんま飛びすぎないよ、レールをあんま高く飛びすぎるとダーンってなってなかなか抜けないんで、レールに合わせたオーリーをして50してみてください。